こんにちは、漢方チャンネルの平地晴美です。今日は梨を使った簡単な薬膳の作り方を紹介したいと思います。梨は前回お話ししたように生で食べると体を冷やして潤す作用が強いんですが、秋後半になってくるとちょっと涼しい日がね、今出てきましたので、あまり冷やしすぎるのも良くないことがあります。その場合は温めて潤すっていう作用を期待して、この今回の修理工という薬膳で、ごめんなさい、薬膳ですね、これを作っておくといいということになります。例えばちょっと生で食べるには少し美味しくないなってやつとか、それからちょっとぶつけちゃったとか、そういう梨が出た時は私はこれにしてしまうんですけども、前半で作っておいて、保存が効きますので、ちょっとこう喉が乾燥してるなとか、こういう動画を撮るときに声をちょっと出すなんていうときに舐めたりしてます。甘さは適当でいいかと思いますので、お好みで蜂蜜の量で調整するとかですね、お砂糖を、低糖質のラカントですとか、エリスリトールなんていうのを使って作ってもいいんじゃないかなと思います。ただ氷砂糖の、潤す薬効っていうのをきちんと入れたいときは、あまりお砂糖はケチらないということと、ちょっと長く保存したいときは、やはりあまり糖分が少ないとカビたりしますので、ある程度のお砂糖は必要かなと思います。これも材料を全部鍋に入れて煮込むだけですので、焦がしさえしなければ簡単にできます。では作っていきたいと思います。修理工の材料です。梨1個に対して大層と生姜がこのぐらい 20g ずつと、それから氷砂糖が 100g です。この量はお好みに合わせて少し減らしたり増やしたりしてもいいと思います。お砂糖はあんまり減らしすぎると保存が悪くなりますけれども、すぐに召し上がるんであれば、例えばもっと少なくしてもいいですし、ラカントのようなもので作ってもよろしいかと思います。氷砂糖は少し冷やして潤す作用がお砂糖の中では強いんですけれども、温める作用を強くしたいんであれば、黒砂糖ですとか三温糖とか、ちょっと黒っぽいお砂糖を使われると良いと思います。でしばらくこの水分が飛んで、それでドロッとしたジャムみたくなるまで、薄くしてもいいし、食べいいようにしていいと思います。糖がぐず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 結構すごいことになってますね。修理工はこのようにものすごく簡単にできますので、作っておいて保管しておけばそのまま舐めてもいいですし、それからお料理の隠し味として使っても良いかと思います。以前韓国の先生にお料理習った時に、結構梨を焼肉のタレに使ったりですとか、いろいろな料理のね、下ごしらえに入れたりしてたので、こういうものを梨の時期に作っておくと、そういうふうに活用することもできます。梨はね、まだ出回ってますので、ぜひ生で食べるのがちょっと
体を冷やすということで、こういうものに作っておいて、これからの時期に備えて、乾燥しないようにこれからは気をつけていただければと思います。はい、では今日はありがとうございました。